次に小西博之君の質疑を行います委員長小西博之君立憲民主社民の小西博之です冒頭、先の能登半島地震で犠牲になれた方々のご冥福と被災者の方々に心よりのお見舞いを申し上げますさて、昨年に吹き出ましたこの自民党の派閥の裏金の事件 まあ、検察が全国からです、ねまあ、100名ともいわれる検察官等を動員して、まあ、すごい逮捕、起訴などが行われるのかなと思いましたけれども、まあ、あの結果を見てみれば、まあ、いわゆるこの怠山明堂してネズミ1匹、まあ、そして安倍元総理をはじめとする亡くなった方々のせいにする、会長と事務局長がキックバックなんかを決めていたんだ、自分たちは派閥の最高幹部だけでも何も知らない、まあ、いわば死人に口なし、そして繰り返されてきたトカゲのしっぽ切り。 長年中節を持って働いてきた会計責任者の方だけがあの起訴されてですね、政治家は起訴されないまあ目を追うようなあの事態が起きているわけでございますなぜそうなってしまったのか私は率直に検察が権力に屈してしまったんだと思うんですが同時にまだ事態は動いております岸田総理岸田自民党総裁の手で事件の真相を闇に葬り受けるべき犯罪の処罰を受けず挙句の果てには納税の義務を 回避して脱税にお墨付きを与えようとしている、まあ、そのような事態が私は今起きていると思います今日の質疑はまずそのことを追及をさせていただきますあの岸田総理に確立した昨年もここから答弁していただいておりますけれどもあの政治資金規制法の解釈を岸田総理にまず質問をさせていただきます二ページの問いの一番からですねよろしいですか岸田総理に質問します政治資金規制法第五条第一項一号の政策研究団体、まあ、いわゆる派閥ですね 派閥が所属の国会議員に対して、財産上の利益の供与である金銭による寄付を行うことは、選挙運動資金を除いて、政治資金規正法21条の2で禁止されており、同時に派閥の所属議員が、派閥からそうした違法な寄付を受けることも、同法の22条の2で禁止されており、それらの違反には、第26条で罰則が課せられ 罰金刑以上の罪が確定した場合は、第28条により所属の議員は公民権停止、つまり次の選挙で立候補できなくなる、非選挙権が剥奪される、そして国会法の定めで同時に国会議員の身分は失職します、さらに第28条の2により、裁判によってその犯罪行為により受領した寄付は没収される、そうした法解釈の理解でいいか、岸田総理の答弁をお願いいたします。 内閣総理大臣、岸田文雄君、あじゃあ、すみません、じゃあ先に、あの松本武明総務大臣。はい、えー、法律の解釈ということでございますので、えー、政治資金規正法担当の大臣としてご答弁申し上げたいと思います。えー、政治資金規規正法の規定についいててでありますが、えー、をしている 指定指定さされれる寄付を受けててはならならいとされております第22条の2の規定に違反をして、寄付を受けたものについては、おっしゃる通り、第26条に罰則の規定が置かれております。第26条の罪を犯し、罰金または禁庫の検に処されたものは、一定期間、選挙期間、 選挙権及び被選挙権を有しない旨、第28条に規定されていることもご指摘のとおりでありますし、第28条の2において、第22条の2に規定に違反をして、えー、受けた寄付に係る財産上の利益を没収する旨が定められているという規定のついては、えー、ご指摘のりりでありますまいい、えー、内閣総理大臣、岸田文雄君。総務大臣 あの政治資金規正法を所管する法務大臣から答弁させていただきましたが、当然のことながら、総理大臣としても同じ認識であります。結論として先ほど委員が御ご指摘なった通り、指摘されたとおりであります。 小西,小西君あの国民の皆さんはです、ねあの、5年間の間に、まあ、数千億円のです、ねまあ、裏金があの政治家に、派閥から配われて、えー、それに対して、えー、罪に問われないようなこともあるというのはあの、非常に不思議な、おかしいと思ってらっしゃる方が多いと思うんですが、実は国民の皆さんの,かあの考えが正しいんですね、あの政治金規正法はさまざま課題はあるんですが、この派閥から国会議員などにキックバックなどによってお金を渡す行為、これが犯罪であるということは明白なんですね。今フリップなんですけども あのこれは派閥による寄付のと、この政治に規制法の関係を整理したものですが、まず黄色い枠の世界ですね、派閥から所属の国会議員への寄付、これは寄付そのものが違法であり、かつ国会議員が受け,る受け取ることも違法、禁止するというふうに条文が2つあるんですね、そして次ですけど渡した方も、そして受け取った方も第26条で罰則がつきます、罰則なので実は犯罪なんです。 国民の皆さんよろしいですか、キックバックやプールや中抜きとか言われてますが、基本的にこれは犯罪行為なんです、えそしてそうした犯罪行為を犯したあの派閥の幹部や国会議員は公民権停止、次の選挙権を剥奪されるんですね、そしてさらに、こうした犯罪資金というのは、国庫に没収されることになっています、なので実は安倍派の今、6.7億円とも言われてますし、二階派は2.6億円とも言われてますが、これ実は立憲されて裁判で刑が確定したら、これ、没収されるお金なんですよ。 そして今日のあの中心テーマの一つになりますが、今申し上げたような、派閥から国会議員に渡すこの違法な寄付、まあ、犯罪なんですけれども、これは納税の義務がかかりますで、それに対して税を納めなければ、この脱税の問題が生じるというわけでございます。じゃあなんで ここのののととが世の中で問題にならならいのとあの検察がなんで捜査しないのかというと、実は検察、このことを全く捜査してないんですね、あの法務省に簡潔に答えてもらいますが、2月の19日に検察が起訴をしたときにです、ね、資料の4ページですが、あの検察の,この東京地検特捜部のです、ね、自責検事が、まあ、今では三席の部長が説明するんだけど、今回はあの重要なので、私がわざわざ説明しますと出てきてです、ね、ご説明されてるんですが、そのときの自責検事の説明、および記者の やり取り取の中に、今、総務大臣が答弁し、私も説明した、派閥が国会議員に渡す違法な犯罪の寄付、また国会議員が派閥から受け取る違法な犯罪の寄付、この話は一言でもあったでしょうか、またこうした条文は一言でも語られているでしょうか、事実関係だけ、そうした発言があったかどうか、それだけを答弁してください。法務省刑事局長松下博子さんお答えいたします、A あの今ご指摘のような、その個別の条文についての言及はなかったものと承知しております小西君。念のため、条文だけじゃなくて、こうした犯罪の寄付をすること、受け取ることについても、えー、お話としては説明は何もなかったということでいいか、それだけ簡潔に答えてください松下さん。個別のもう、もう一度お願いできますか。 あすいません、すいちゃんと委員長の指名によってお答えください、はい、もし答弁できないのであれば、もう一度質問させます、はいはい、もう一度質問お願いできますでしょうか小西君。はい、委員長、委員長はい、あのあの時間稼ぎですので、もう先に行きます今言ったように、あの条文の場名前さえ言ってないわけですから、実は検察は説明をしない、つまり捜査しないんですね、じゃあ検察は何をやったかというと、その下の灰色の世界。 ですね、黄色の,あの国会議員をすぐあの逮捕、起訴逮捕できるあの犯罪は放置してです、ね、国会議員が逮捕しにくい。 起訴しにくいま、まさに政治資金規正法のこのザル法と言われる世界、ここの捜査で起訴を頑張ろうとしたわけですね。どういうことかというと、廃炉の世界は、派閥から政治団体に寄付される場合です。で、これは合法です。派閥という政治団体から、この国会議員がそれぞれ持っている政治団体に寄付をする、寄付の行為も合法だし、受けることもあの合法です。じゃあ、どういう場合に政治資金規正法で違法,の違法が起きるかというと、受けたお金を国会議員の政治団体の収支報告書に記載しない場合。 まあ今回はこの各派閥からです、ね、これは派閥の収支報告にも記載しません、なので、そちらの国会議員の政治団体の収支報告書にも記載しないでください、裏金ですよと言って渡されているわけです。で、その裏金ですよというあの扱いのとおり、収支報告書に記載しなければ、会計責任者に区議式記入罪が成立します。しかしか、ね、この会計責任者が防波堤になって 政告家を作るのはあの、政治家じゃなくて会計責任者なので、その会計責任者の虚偽記入罪に政治家自身が共謀してです、ね、一緒に罪を犯してない限りは、あの政治家を立件できないんですね、でその結果、えー、皆さんから見て左が、ね、派閥の幹部は全員不起訴、そして、えー、大きなキックバックを持ってた参議三人の議員のみが、 あのまあ、凶暴があるるいいいう,ふうに起されているわけでございますなので今、国民の皆さんから見ておかしい、この裏金事件で、あの死人に口なし、あるいはトカゲの尻尾切りのようなことはおかしい、あるいは今、国民生活が大変な中で、えー、脱税をしてるんじゃないか、国会議員たちが、あのこうした問題をこの検察は捜査してないんで、岸田総理ですねあの、岸田総理総裁の政治責任で、しっかりと対処していかなければいけないと思います。なので、まず岸田総理にこの問題の一丁目一番地、ご質問通告しているのであの、答弁してください。問題は 派閥の幹部たちがあの所属の国会議員たちに対して、これはあなたの個人資金として使ってください、使っていいですと言って渡しているのか、あるいはあなたが持っている政治団体のお金として使ってください、使っていいというふうに渡しているのか。ここはまだ 明らかになってないななんですねなのであの、この金曜日に質問通告して、土日の間、岸田総理に、えー、派閥のあ安倍派のです、ね、塩根谷座長、あるいは5人衆といわれるような最高幹部のお皆さん、あるいは、えー、二階さんですね、派閥の二階派の会,あの会長、あるいは、えー 武田事務総長、あるいは林元会長代理、そうした方々に直接確認するように質問通するをしています、岸田総理に質問をいたしますが、今申し上げた安倍派および二階派の最高幹部の皆さんは、所属の国会議員にパーティーの売り上げのキックバックなどで渡す際に、議員個人の資金として渡しているのか、あるいは議員が所管する、管理する政治団体の資金として渡しているのか、どちらですか。岸田総理大臣 えと多額の不記載が発生した経緯につきましては、この検察はこの所要の捜査を遂げ、法と試合に基づ,て基づいて処理すべきものは厳正に処理していると認識しておりますが、委員ご指摘の議員に対するこのお金なのか、あるいは政治団体に対するお金なのかということについては、少なくとも この資金を受けていた議員のうち、起訴されたものについては、そのすべてが政治集団から個人え議員個人への寄付ではなく、政策集団から議員側、政治団体への寄付であると認定されたものであると承知をしています小西君いや私あの、質問通告をして、ちゃんと答えてください。あのそうでなかったら、あの岸田総理、火の玉になって、先頭に立って、この政治改革をやる、あそれ、嘘になりますよ、岸田総理。 あの自民党の幹部の皆さんだから、土日の間、いくらでもであの確認してないんですか、岸田総理、私の質問通告、予算委員会の質問通告をあの答弁拒否してるんですか、もう一度聞きます、安倍派の最高幹部、二階派の最高幹部の皆さんは所属の議員らに議員個人の資金としてお金を渡していたのか、あるいは議員が管理する、持っている政治団体のお金として渡していたのか、岸田総理がそのことを質問通告に従って確認したかどうか、その事実関係を含めて答弁してください岸田内閣総理大臣。 要は資金が議員個人に向けたものなのか、政治団体に向けたものなのか、こうした法的な解釈についてどうなのかということであります。それについて、先ほど申し上げさせていただきました、少なくともこの資金を受けたこの議員のうち、起訴されたものすべてが、 この政策集団から議員側の政治団体への寄付であると認定をされています。えー、そういった事実をまあか確認しております。小西君。派閥の幹部に確認したのかと聞いています。確認したのかどうか、見据す可能かで事実関係を答えてください。岸田総理大臣。これあの法的なこの判断でありますいや。これは検察の捜査であります。 ですから、これ捜査、警察側がそのように判断していると申し上げております。いやいや速記を止めてください あの、小西君、ちょっとあの、現在の議論の中で申し上げると、個人にわたったのか、それともお、えー、と政治団体なのかにせ、ちょっと小西,小西君、聞いてください。それは聞いてくださいよ、ちゃこちら側で説明しているときに、まず話は聞いてください。ですから今小西さんの質問に関して 個人なのか、政治団体なのかについては、答弁はあったと思います。いや、ありました、そして、その違う、それで小西さん、その上で、そ,そに、その、いや、ちょっと待って、ちょっと、違う、違う、だから、分かりました、速記って、じゃあ分かった、速記まあいいや、分かりました、ちょっと速記を止めてください、もう一回。 小西君、はい、あのもう一度ということなんで分かりやすく言います。あの政治資金規正法上、派閥から個々の国会議員に選挙運動資金以外でえ寄付を行うことは、これは犯罪になっています。受ける方も犯罪になっています。なので私は岸田総理に金曜日に質問通告をして、安倍派とに階派の幹部は所属の国会議員たちで、であの起訴された以外も含みますよ。あのそれぞれだから総勢100人ぐらいですけれども、所属の国会議員たちに対して国会議員個人にキックバックなどでお金を渡したのか。 あるいは国会議員が持っている政治団体にお金を渡したのか、そのどっちなのか、派閥の幹部に事実関係を確認してくるように質問通告をしています。派閥の幹部に実際に連絡を取って確認したのかどうかも含めて、明確に答弁してくださいなるほど。岸田内閣総理大臣こ,これは、えー、確認したはいえ、ね、はい、これは検察がどう判断したかという問題でありますので、 一人一人に聞くのではなくして、これは検察がどう判断したか、これを確認するべきするべき問題であると思っています。その中で、政治団体、えー、政策集団から議,議員側の政治団体への寄付であると認定されているということを、えー、このを説明させていただいております。一人一人人についてはさままざな この解釈があるのかもしれませんが、検察としてどう判断しているのか、これ,これが重要であるとして、正答弁をさせていただいております。 委員長,委員長あのもう3回答弁して、これ、完全な質疑ぶしですからあのあの、委員会に資料提出を求めます、えー、政治規制法を所管する、えー、政府の総理大臣として、また自民党のこの総裁の政治責任において、えー、岸田総理から、えー、あの安倍派二階派の幹部に、えー、事実関係を確認する、えー、その事実関係というのは、えー、安倍派二階派がこのキックバックなどによって、所属国会議員にお金を渡していたのか、あるいは議員が持っている政治団体に渡していたのか、そのことについて、予算委員会に資料提出を要求いたします。 ご報国理事会で協議いたします小西君あの起訴されてない方でもすごい金額ありますよ、山谷恵理子先生2403万円、堀江学先生2196万円、橋本聖子先生2057万円。 めまいかするような金額ですね世耕先生、1542万円、長崎先生、1182万円、まあ、私、こういうの読み上げの本人じゃないんですけど、総理総裁が国民を裏切るのところにしますから、松野あの元官房長官ですね、1051万円、高木、えー、安倍派の事務総長先生は1019万円ですよ、これらのお金が、えー、議員本人にわた個人資金として渡されたのか。 まあ、明らかですよね、あの正式の収支報告書に記載すれば、これ、完全な合法なので、それを記載しないということは、議員個人で使い勝手でいい、お金として使ってくださいと言って、派閥にから渡されて、議員もそういうもんだというふうにあの受け取っていたんだということにだと思います。あの岸田総理あの、えー、私がさっき通告したです、ね、あの高木安倍派事務総長さん、前事務総長さんなんですけれども、週末の記者会見であのびっくりするようなことを言ってるんですね。あの万円について 使い道の記録は一切ない、領収書も何もない、じゃあ、1019万円のこの積み上げってどうなってるんですか、積み上げもありませんと。 で記者さんから、だったらそれって何の確認もなってないじゃないですかって言われたら、あの確認になってないと言われれば、そのとおりですというふうに言ってるんですが、岸田総理に伺いますが、この高木安倍派前事務総長は、これ、自分でお金渡す権限があった方ですよで、かつ自分でも受け取ってるわけですが、これ、高木、記録がないんだったら、事務所に記録がないんだったら、高木事務総長が自分のお金として、個人資金として受け取って、個人資金として使ってた以外にありえないんじゃないですか、岸田総理に見解をお願いいたします。岸田内閣総理大臣 えと実態把握がまあ重要だというのはその通りでありますが、今の件も含めて、えー、この自らの説明責任を果たさせるのと同時に、党としても実態把握に努めたいと思います。えー、聞き取り等を行うことによって、党として実態を把握した上えで、えー、政治責任についても対応を考えます。 いや、なんかその衆議院と参議院で,ですね質疑で、いや、これから自民党の役員で聞き取りを行うとか言って、予算委員会の通告で聞き取りしてないじゃないですか、西村あのえ事務総長、前の事務総長さんですね、安倍派の、の安倍総理が亡くなった後にあのに、こういうふうにうテレビで言ってるんですね、事務総長としても、私自身は安倍総理の意向を受けて、まさにキックバックをやめようということで話し合いを続けていたと。 これキックバックの使いについて、防御をやっていたわけです、ででまあ、その後と高木事務総長の時代にキックバックが行われているんですけれども、そうしたら岸田総理が西村さんとか高木さんに、あるいは塩谷座長にちゃんと確認すれば、そのキックバックが犯罪である議員宛てのお金だったのか、議員が持っている政治団体宛てのお金だったか分かるはずじゃないですか、なんで確認しなかったんですか、岸田総理。改革なんかするつもりない,ないんじゃないんですか、犯罪を。 自民党という政党が組織的な犯罪を行っている、そのことに岸田総理は目をつむって、ごまかしの改革をやろうとしてるんじゃないですか。岸田内閣総理大臣。検察の捜査によって、法的な責任が追及される、これは大変重たいものであります。検察としての判断が示されています。 その上に立って、説明責任と、そして法的責任について、党としてもこの判断をしなければならないということで、党としての聞き取り、調査を進めてまいります小西君。検検検察検察察と言言いますとさっき言っきたように検察は 初めからこの政治資金規正法の21条に派閥が行う,行う犯罪の寄付、また国会議員が行う22条のこの犯罪の,この寄付の受領、これについて捜査してないわけですよ、もし捜査してるんだったら、東京地検の鈴木検事は、明日にでも記者会見をやって、この政治資金規正法に明確に書かれている罪について、検察としてどういう捜査をしたのか、なぜ立件できなかったのか、しなかったのか、そのことを国民に検察は説明すべきですよ。 あの実はですね、委員長、私はかつて総務省で政治資金規制法を担当してたんですね、政党助成法と、実は政治資金管理のう2年間いたんです、今、岸田総理がやろうとしていることは、政治資金規正法をこれは崩壊破壊する話なんですね。どういううういいいかというと政治資金規正法っていうのは 国会議員が自分でお金をもらって自分で使うと、これ、闇金になっちゃう、裏金になるので、腐敗政治が起きるので、政治活動をする人は必ず政治団体を作ってください、でその政治団体に入れて出してください、でこの政治団体の収支を公開して、国民の批判と監視に委ねるっていう制度なんですね。 このことが許されるんだったら、今後、裏金、いくらでも受け取り放題になっちゃうわけですよ。裏金受け取ってから何年かして、発覚してから、いや、あれは政治団体が受けてた金だったんですと、記録も何もないんですと、言えば、いっても検察が捜査もしないし、立件もされないことになってしまうわけですよ。政治資金の規制法の改革どころか、今、とんでもない民主政治。 その破壊が今行われていいるととうことを申し上げなけければいけまおで,ですね、あの先生方、ちょっと時間があれなんですが、10ページ以降見ていただくと、実はです、ね、受け取った自民党の先生方の中で、これも正直なんだと思うんですけど、犯罪やっちゃってましたと、自分で管理して、自分で使ってましたって言ってる人がいるんですね、あのこれ、逮捕された池田議員も実はそうなんですよ、あの今言われている政策活動費、派閥からあなた個人への渡し切りです。 あなたが何でも好きに使ってください、それと受け取っていたというふうに思っていたんですね、ところが検察は、それで逮捕せずに、この正式に規制法の虚偽記入罪、こっちの方にあに犯罪を、だけをこれ捜査をしたわけですね。という、あるいは次めくっていただくと、ですねこれ、防衛の副大臣の宮沢さんという方で、あの涙の記者会見で、ですねあのみんな正直に言いましょうよとは言ってた方なんですが。 自分で犯罪の自自白をやってるんです自分です分管理をし、支出については、えー、自分で領収書も取って管理をしていたと、かつ自己資金、つまり自分のポケットマネーと一緒に使ってましたよと言ってるんです、これは政治活動に関して派閥から寄付を受けてはいけない、個人的な、個人で使ってはいけない、これ、犯罪の暴露なんですね、でかつ次の12ページは、あの岸田総理の政治刷新会議の事務局次長。 岩手の藤原孝先生という衆議院議員の先生なんですが、この方、弁護士なんですが、いや、領収書がないやり取りだったので、団体間のやり取りという認識はなかった、売上金は自己資金の一部だと認識していた、これもう犯罪のこれ自白なわけですよ、岸田総理。なので、岸田総理が今、やろうとしていることは、とんでもない犯罪の隠蔽であるということですね、じゃあ、その隠蔽を今、もう時間がないです。 明日でも行われるかもしれません、そのことをです、ね、今から記者総の責任を追及していきます。今申し上げたように、まあ、おそらく自民党の派閥は、出資交渉の首相を載せればいいだけのものを載せるなって言って、受け取る方法も載せませんって言ってたので、まあ、個人の資金として受け取ってたのが、まあ、常識として考えられるわけですよね。まあ、そうでなかったらいや、引き出しの中に2000万円近いお金がありましたとか、あの山田英子さんも2403万円が事務所にあったんだけど、あの自分は一緒から聞いてみませんでしたので、そんな不合理な主張をするわけはないわけですね。じゃあ 今、そうした犯罪やこの納税の義務をどうやって回避しようとしているかというと、そこに書いてある収支報告書の訂正なんですね。つまり、真実は受け取ったときから、議員個人の資金として派閥から受け取っていたのに、後になって、真実と違うことを言って、いや、政治団体が受け取っていたんです、そして秘書が私に報告しなかったんです、しかも秘書が収支報告書に計上しなくて、虚偽記入罪を犯していたんです。自分は知らなかった秘書の責任にする まあそういうい政治家として、人間として許されないことを言えば、この収支報告書の訂正ができてしまうんですね。総務省、あの端的にいきますが、総務省がこういう収支報告書の訂正を、派閥の政治団体や、えー、あの個々の国会議員の政治団体から、総務省や選挙管理委員会がこの訂正の申し出を受けたとき、総務省はそれについて事実を確認する権限が法律上与えられているでしょうか、総務省には形式的審査権しかない、そのことを簡潔に答弁してください。松本剛明総務大臣。はいえー 委員ご指摘の政治資金収支報告書の届出でございますが、えー、総務省の現在の法律に基づいて、えー、届出をする方があ事実に基づいての訂正であるとの申し出であれば、えー、訂正をすることになります。えー、その上で、えー、今もご議論がありました。 えー、今回の政策集団、派閥からのお金が個人宛てなのか団体宛てなのかということの認定は、えー、法律の適用に関わる話でありますので、総理からも法的機関による認定の話をさせていただいたというふうに理解をしておりますが、逆に、えー、私ども今、今、修正報告を受けた修正の姿勢、えー、報告書の修正を行った場合に、 これが事実であるとの申し出であった場合に、この申し出を受けて修正をするんですが、実際の事実がどれであるか、虚偽の報告がそもそもなされていたとすれば、それに対する責任は変わらずにあるものと思われますし、報告そのものがもし虚偽であれば、それについてもまた政治資金規正法の適用があるものというふうに考えております。 あの今、総務大臣の後半の答弁はこれ、大事な答弁で、仮に訂正で虚偽の事項を訂正で修正した場合は、訂正について虚偽記入罪が発生するんですね、あのちょっと総務省はもう簡潔に、あ総務大臣は結構ですからあの、形式的審査権しかない、事実の確認する権限はない、またあの訂正の虚偽があった場合は、訂正にも虚偽記入罪が発生する、そのことだけ、簡潔に答弁してください総務省自治,自治行政局選挙部長、笠木貴則君。収、はいえー、の訂正につきましては た特段の定めございませんけれども、政治団体におきまして、事実に基づき訂正の申し出があった場合には、訂正を認める取り扱いといたしております。また、ここであの総務大臣、あるいは総務省、あるいは、えー、都道府県選挙につきましては、就職上の形式上の不備がある場合といったような点について確認をする。 というわけでございました、といった形式的審査のみということでございます西<君>先生方、ね、あたりの築上解説も資料でつけています、つまり私も総務省で正式にかまて政党助成制でそういう仕事をやってたんですが、実は総務省はです、ね、派閥の政治団体、あるいは国会議員の政治団体から、あの就職国の訂正を求められたら、 えこれって本当なんですかってなんかニュースで見るとあの、派閥から闇金で裏金で配られたように映ってますけれども、これって政治団体のお金だったんですかって聞くことすらできないし、聞いて確認する手段しかないわけですね、つまり今、何が行われようかとしていると、えー、今、現時点で二階派の7団,7団体、そして安倍派の30団体、そして報道によれば、明日に向ても安倍派のこの派閥の政治団体の訂正と、あと60人余りですね、安倍派の国会議員の訂正が行われると言ってるんですけれども、 集団マネーロンンダリングが行われるとしてるんですねつまり、総務省に実質的なあの審査権、形式的な事実をチェックする権限がないことをいいことに、もともとは個人のお金として、資金として受けていたものを、当時から政治団体のものとして受けていましたというふうに訂正をすれば、この黄色の世界ですね、犯罪であるこの寄付の受領、そして罰則、公民権停止、国庫に没収、納税の義務、これ、全部回避できるんですよ。 でただ、その代わり秘書が知らなかったと嘘をつき、そしてうちの会計責任者が虚偽記入罪を犯していましたと。 いうあの罪をかぶせるというです、ね、政治家としてはやっていけない,いくないことをやるんですが、やることによって、えー、実は、えー、自民党の国会議員の皆さんは免責されることになります。岸田総理に伺います、岸田総理、よろしいですか、岸田総理はこのお25日にまとめた中間取りまとめですね、政治改革の中間取りまとめにおいて、えー、政策集団、えーまあ、派閥ですね、いわゆる政策研究団という派閥の収支報告書の訂正にあたり、これからはです、ね、外部監査を義務づけるというふうに言っていますけれども、よろしいですか。 今求められているのは、この訂正のけの外部監査ですよ、自民党の派閥、二階派閥にやっているんですが、安倍派が明日にもやろうとしているこの派閥の収支報告書の訂正、そして派閥の国会議員たちが行おうとしている訂正、これに弁護士や、まあ、あえて言います元検察官や、そうした専門家が第三者でそれをあの監査してですね、本当に議員個人のお金じゃなかったのか。 本当に政治団体に初めから寄付されたお金だったのかどうか、そうした事実確認をすべきじゃないですか、自民党の政治改革のこの中間取りまとめにおいて、今後、派閥のです、ね、収支報告書、政策集団の収支報告書には外部監査を義務づけると言ってるんです,ですから、今一番大事なこの収支報告書の訂正にも当然、外部監査を義務づけるべきだと思いますけれども、岸田総理の見解を問います岸田内閣総理大臣。 あの多額の、えー、政治資金に収支報告に不、まあ、被災が生じた、まあ、ことについて、これ、まず検察は所要の捜査を、えー、行い、そして法と証拠に基づいて処理すべきものは厳正に処理をしている、えー、このように認識をしております。こ、えー、このの、えー、法律的なこの判断れ、えー、れは大変重たいいものがありそれに基づいて 今政治資金収支報告書の修正が行われているものと承知をしています。党においては、今後、説明責任と、そして政治的な責任について、しっかりと対応を考えるために、実態把握に努めると申し上げております。この検察の捜査には大変重たいものがあり、それに基づいてのこの修正。 これはしっかりとこの尊重した上で、党としての対応も考えてまいります小西君。いや総務省は形式的審査権しか持っていないですね就職報告書の訂正、これ、法律の条文もないんですよ。そのざるの仕組みを使って、犯罪のお金である政治家個人が受けたお金、しかもそれは納税の義務があるんです、それを回避しようとしてるんですね。マネーロンンダリングのこのこ訂正を あの今言っているその外部監査をちゃんと、自民党の,この政治改革の紙でもちゃんと言っている外部監査を今こそ受けさせなきゃいけないわけですよ。あの先生方ですね、15ページ以降、二階派は実はすでに訂正をやってしまっているんですね、ただ、この二階派の収支報告書を見ていると、非常に不思議なことが起きているんですね。二階幹事長のですね政治団体ですね。 新政経研究会、そして武田事務局長の政治団体、あと退育会というのは、林元会長代理の政治団体です、この500万とかです、ね、あるいはなんか、あの180万とか700万とか600万を、派閥からキックバック、まあ、あるいは中抜きプールなどによって、受けた日付がわからないって書いてあるんですね。 国民の皆さん、理解できるでしょうか、これは何百万円、500万円とか600万円を、あの派閥から受けた日付が分からないというふうにあの言っているわけですね、なぜ分からないんでしょうか、簡単ですよ、個人で受けてるからですよ、政治家同士であで分,分,分,分け出しをしてるから、あの事務所にも記録はないんでしょう。 事務所で受けていれば、政治団体で受けていれば、この数百万円のこの記録はあるはずです。あの岸田総理、再度言います。訂正、収支報告書の訂正のという手段によって、今、自民党のこの二階派、そして安倍派、まあ合計約100名余りと言われていますけれども、政治家がこの脱税を起こそうとしている、このマネーロンダリングの脱税を起こそうとしている、今、疑惑があるわけでございます。そそのの疑惑を国民の皆さんにそうじゃないと いうふうに、その公明と公正をあの保障するためにです、ね、あの弁護士や元検察官ならの外部監査を、今、この派閥とこの所属国会議員の収支報告書の訂正に、外部監査をやる決意があるかどうか、そして二階派のこの幹部の皆さん、お金を受け取ってるんですが、日付がないわけです。このもうすでに訂正した二階派のこの収支報告書についても、外部監査を受けさせて、国民と国会に報告する考えがあるかどうか、答えてください岸田内閣総理大臣。 あの修正によって脱税を考えているというはご指摘でありますが、これは先ほど申し上げたように、まあそうえーと、警察の捜査によって厳正な捜査が行われて、そして法と証拠に基づいて処理されていると、私は認識をしております。 そして検察の捜査に基づいて、政治資金収支報告書の修正が行われていると認識をしています。それをもとに、党として説明責任と、そして政治責任について考えていく、これが考え方の道筋であると思っております。修正によって脱税を考えているというような考え方は私は取りません。 小西君机の引き出しの中に萩生田元政調会長はです、ね、で2000万円近いお金がずっとあったって言ってますよ、日本の今の母子家庭に引き出しの中に、タンスの中に200円だってないですよ、国民生活が本当に苦しいときに、政治が公明党正義を立てなきゃいけないときに、あなたはその先頭にちっとも立ってないじゃないですか、何にも聞いてないですから、今、岸田総理がやろうとしていることは、犯罪行為の隠蔽ですよ。 納税をこのごまかして脱税をこのお墨付きを与えるそういう行為をやってますよ。こうした岸車政権を打倒して正しい政治を取り戻す立憲民主党がその先頭に立つ決意を申し上げて私の質疑を終わります。えー、以上で今日広井君の質疑は終了いたしました。